お笑いコンビオリエンタルラジオの藤森慎吾41が5月1日放送の TBS ラジオパンサー向井のシャープフラット前8時30分に生出演し4月に一般女性と結婚したことを報告した動画ゆくゆくは一緒に恋人との同棲を公表していた藤森慎吾ゲストとして登場した藤森は地元長野にまつわるトークを展開する中で 唐突に結婚したことを報告パーソナリティの向井聡が「えーと驚く中藤森は「すいません」「思わず今喋りたくなっちゃって」と茶目っ気たっぷりに語ったお相手について問われた藤森は一般の女性の方でして同棲を一緒に始めたという彼女と結婚させていただきましたと説明4月に婚姻届を提出したそうで出会ってからで言うと 多分一年経ってない。スピード感も大事だったなっていうのもあるし、としみじみ語った。藤森は1983年3月17日生まれ、長野県出身。2004年4月に中田敦彦、41とオリエンタルラジオを結成し、同年に NSC、吉本総合芸能学院に入学。同年、リズムネタ、武勇伝で、M1 グランプリ、 準決勝に進出して話題となり、デビュー当初よりブレイク。バラエティ番組を中心に活躍する。16年に自身がボーカルを務める音楽ユニットレディオフィッシュの楽曲、パーフェクトヒューマンで NHK 紅白歌合戦にも出場。お笑い芸人のほか俳優、歌手、声優など多方面で活躍。21年から吉本興業から独立し、フリーとなる。